も、毎週木曜日の茶番を楽しみにしてくださっている皆さん。個人的な要件で忙しく、どうしても作成できず、アップできなくて本当にごめんなさい。要件が片付き、落ち着きましたらまた茶番をアップしていきます。以上の理由から、今回は私の実話茶番をお送りいたします。この度はご迷惑をおかけして、本当にすみませんでした。これは私の実の弟のお話です。以前から言っている通り、私には1歳差の弟がいます。弟は、私とは正反対の性格です。まあ簡単に説明するとこんな感じです。ある日、私はいつものように教室で本を読んでいました。先輩。みー先輩。ん?は、はじめまして。2年 B 組の T 村です。は、はい。今、K 君と付き合っているんですけど。あいつと。それで、先輩 K 君のお姉さんだから挨拶をしに来ました。あ、どうも。よろしくお願いします。おい、あいつ彼女とかくくってんのかよ。先輩。ん?K 君と付き合ってる M 山です。あれ、この前の子と違う。どうぞよろしくお願いします。は、はい。もう彼女が変わったってこと。K 君と付き合ってる間です。M 神です。S 期です。お前コロッコロ彼女変えんなこらー。ごめん。変わるたびにいろんな子が挨拶に来るんだよ。それになんだ、自分がリア充ってことを自慢したいのか、ムキー。どうして私を捨てたのよ。そうよ、一体どういう理由よ。はっきりしなさいよ。もう彼女を作るのはやめよう。私が中学3年の頃にいた新任の先生のお話です。その先生は、結構若い先生で、本人曰く、元モデルだそうです。私が通う中学が初めて勤める学校だったらしく、とにかく何かいつもエネルギッシュな先生でした。皆さん、はじめまして。今日からこのクラスの数学の授業を担当させてもらう、イケメン太郎です。あ、この先生ものすごいナルシストだったので、この茶番ではこう呼ばせてもらいます。俺はみんなと仲良くなりたいから、名字じゃなくて名前で呼ばせてもらうよ。それが嫌な人は先生に直接言ってくれ。あ、ちなみに俺は元モデルをやってて、仮面ライダー〇〇の誰々と友達で。自慢と自己アピールがうるせい先生でした。池先生は、自分から積極的にヤンキーに絡みに行き、ヤンキーからも池先生を頼るようになっていた。池先生はおそらく、アニメとかドラマに出てくる熱血教師を目指していたんだと思います。そんな先生はすぐにこの学校で人気の先生になり、多くの生徒から慕われるようになった。先生。ん?どうした?私、実は〇〇くんのことが好きで、女子からは恋愛相談をよく受けているようだった。おお、そうなのか。でも私自分に自信がなくて。大丈夫、パルコは可愛いし、どんどんアタックしていけよ。は、はい。一歩間違えたらアウトなことを平気で言っていた。私はというと、こんな感じだった。お前ってほんと暗いよな。小学校時代からの知り合いの女の子、ティーミがいました。ティーミは、池先生にいろいろ相談するようになり、いつしか池先生に好意を寄せるようになりました。ちなみに、池先生に好意を寄せているのはティーミだけでなく、数々の女子生徒が先生に好意を寄せているようでした。また何かあったらいつでも相談してくれ。ありがとうございます。はぁ、池先生かっこいいし優しいな。そうだ。ご苦労。ティーミが告白すると、次々に女子生徒たちが先生に告白していった。先生は当然告白を断っていたが、まんざらではなさそうだった。しかし、先生のバラ色の学校生活はそう長くは続かなかった。就任1年、異例の早さの転勤だった。おう、マイスウィートスクールでーす。ここで一句。漫画のね、教師を真似ると即転勤。いい先生ってどんな先生なんだろう。
も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、あいつの中学時代はいろんなことがあるな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。